なおくん。あ、喋った、なおくんが喋った。こんばんは。こんばんは。聞こえてますか。聞こえてます。音大丈夫ですか。大丈夫です。オッケー、オッケー。かけみたい。よし。はい、チャリティーお疲れ様でした。そういう話もういいです、ね、優勝しました。いや、どんなことでもいいです。3連覇すごいな、自分でもすごいと思う。まあ、チームメイトは相当強かったんで、まあ、いけるかなと思ったけどね、そのキャラパワー的に振り返りやめて、偏りがあって、振り返りはやめて。得意キャラと苦手キャラがみんな被ってるっていう、すごい偏りのあるチーム。それもう俺が話した話じゃん。ランダム、ランダム、すごい難しいな。梅、まあ、ちゃんの配信見てると竜装全然使ってないから。あー確かに。まあ大竜装これね、まあやっぱこれ打たないと相手、やっぱそうっすか、動いてくれへんので。なるほど。これをまあ餌に巻いといて、餌でキャンセル灼熱とかで、その暴れてくる、なるほど、あのファジー暴れとかしてくる。ああそういうことか。まあその代わりそのしゃがみ中間灼熱とかは飛ばれるから、先端とかやったら飛ばれちゃうから、しゃがみ中間へ止めて様子見とか。なるほどね。いう読み合いです。なるほどね。まあ、この配信を梅ちゃんが見ることは多分ないやろ。見てますよ今。俺が一方的に遊んでるだけです。違います。まあ、影ね、ほんまにリーチがすごい短いから相手に触りにくい。そう、いや本当それっていうのはあるな。ですよね。まあ、どうしても後手に回りやすいんだけど。いや本当そう、本当そう。まあ、その代わり一回相手に触った時の火力が半端ないと。灼熱な、まあ、灼熱だけやったらさすがに飛ばれちゃうから、まあ、波動拳とか混ぜて。灼熱って言ってたじゃないですか。この波動拳がね、めちゃくちゃ灼熱って言ってたじゃないですか。中足の先端からでもこうやって届くんで、まあこういう技やと思ったら結構強いんちゃうかな。まあ当ててプラス2やし、ガードされてもマイナス3なんで。ああでも生ハードリターンはまあほぼないねんけど、まあ連携を埋めるような感じで、まあ中足遅らせキャンする波動拳とかで相手の3フレー枯れたりするんで、3フレーというかまあ暴れをカウンター取れたりするんで。おお、ね、カウンターで飛車がこうパツながるんで、そっから中足から暴れたらちょっとむずいねんけど、遅らせキャンセルして暴れ潰してコパン竜巻とか。じゃあもう早速やっちゃうよ。いい、ネタみたいな、ネタっていうか、まあ、ちょうど剣やん。めっちゃハマってんねや。まあ面白いかなこの影。マジ面白いからね。え？あ、ジャック？スルメキャラだよ。ほんまに。やればやるほどほんまに上手なるから。
で、トリガーこの練習しだしたかな。おお、できた。この後の中小竜が若干引きつけないとあかんから、まあ、ちょっとむずい。オタクやん。画面中央で画面端と同じだけ減るっていうのがすごい。ゲーオタコンやん。中央でも端っこでもダメージ一緒です最大。まあ、トリガーじゃあ V スキル2の特権やな。まあ、往復してんのマジかっこいいかな、これ。ただやりたいだけ。